あ、なになに？ごめん、なんか目の前に穴掘ったわ。皆さん、こんにちは。ただいまのアイノトーン時刻は2020年4月7日火曜日の午後4時2分です。では、本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。おー、マジか。どんなお客様が遊びに来られたのか、お会いするのが楽しみですよね。あ、一応、売り土地みたいな確保線でも来るんや。それでは本日も良い一日をお過ごしください。誰やろうなぁ。お、あ、そっかそっか、なんか買い物したよね、私。砂場かなんかやったっけ？設置しよう。ワクワク。はい、プレゼント。砂場。よし、設置しに行きます。いやー、よく晴れてるね。良きだね。なんかさ、この桜を使った桜家具がさ、4月の10日までしか出んらしいんやけど、でもなんかそれがね、メッセージボトル、メッセージボトルとか、あと、何やった？空飛んでくるバルーンの中からレシピを集めるしかないらしくって。私はなんて言うんやっけ。桜の浮いた水のやつ、池みたいなやつと、で、あと、このお花見セットと、ぐらいか。この二つしかないんやけど、全然集まってない。砂場。もうちょっと違うところに置いた方がいいかな。どの辺にし、まあ、そういうのは、後から変えれるか。ちょ、待って、回転できない。は。できんやないか。まあ、いっか。なんか聞こえてきた。え、タイフルかわいいよー。モニカ。ヤッホー、楽しくやってる？あは。世間話でも。さっきまで張り切ってお散歩してたからお腹が空いてきちゃったな。あとでシーザーサラダでも食べよう。あは。女子力高いな。シーザーサラダやって。あ、雑草落としっぱなし。雑草落としとるの意味もちょっとわからんけどね。あ、来てる来てる。さあ、今回は誰が来てるんだろうか。無理やり移住してきたりせんよね。誰？なんていう子やっけ？ハムジーやったっけ？そんな子おった？ハムジーじゃない。ハムジーやった。勝手におじいさんにしてしまった。おめえはこの島に住んでる奴だな。ちょっくらお邪魔してるぜ。見ての通り、今キャンプしててよ。この島での生活を堪能中だ。短い間だがよろしくな。かあ。かあ。何、お酒でも飲んでるの？なんかどう見ても、オレンジジュースみたいに見えるんやけど。なあ、今から俺と一つゲームでもしてみないか？もしおめえが勝ったら、俺のジャージをくれてやるからさ。どうだ？か。ジャージ？別にいらんけど。なんなら君が今着てる服が可愛いんですけど。まあやるよ。ゲームの種類とか増えたりしとんかな？よっしゃ、そんじゃあまず始める前にルールを説明するぜ。か。お願いします。ここに、ハート、ダイヤ、スペード、クローバー、4種類の絵が描かれたカードがあるだろ？俺がこの中からカードを1枚引くから、おめえはそのカードの色が一体何色なのかを予想してくれ。もしもおめえの予想が当たったら、俺のジャージをおめえにプレゼントするぜ。説明はこんぐらいにして。さあ、一発勝負を始めるか。まずはカードを切って、と。おお、なんか器用やね。よし、引いたぜ。このカードは赤と黒。どっちなのか当ててみな。か。でも2択やけんね。色やったら。赤。さーて、正解は？おう。ダイヤだ。赤いから正解だな。最初に約束した通り、ジャージをやるよ。男に二言はね、持ってきな。ありがとう。今回は負けちまったが楽しかったぜ。次こそは俺が勝つからな。か。何？ポケットの中にジュースしまってたの？それ開いてないの？ジャージどんな感じやろ？こんな感じ。急激にスポーティー。でもドレスに着替えます。アントワネットのドレス。お姫様が庶民の暮らしを覗きに来ましたみたいな。はい、それじゃ、お！あれ、何の虫？ちょっと待って。あれ、捕まえとるっけ？なんか、あ、違う、あれ、逃げたやつかな、前に。捕まえたいんですけど、見づらい。はあ。これは？ん？これは？
半身を捕まえた絶妙な羽さばき。うん、多分捕まえたことないはず。そのコメント聞いたことない。あ、なになに？ごめん、なんか目の前に穴掘ったわ。はい、なんでしょう。やあ、イナ君、君の活躍の噂、僕の耳にもしっかり届いてるよ。なんでもこの間島で、トトケキさんリサイタルを開くために、君が一肌脱ぐことにしたんだってね。君のその島民代表の鏡のような姿勢に、僕は拍手を送りたい。なんか貴族の会話じゃない？ドレス着とるのとさ。それからもう一つ、プレゼントも送らせてほしい。お？何かわかるかい？それはアウトドアベンチって言うんだよ。せっかくだから今回の君の活動に役立ってもらえると嬉しいけど。まあそれはもう君の所有物だから、君の好きなように使ってほしい。まさしく。アウトドアベンチってどんな感じやろ？ちょっと置いてみよう。違う、お絵かきセットやったこれ。アウトドアベンチ。なるほど。こういう感じか。どうかな？公園の方にでも置いといてみる？この辺に置くっていうのもいいけど、なんかちょっとこの辺は、アイアン系のがいいんじゃないかなと。ちょ、お絵かきセットも家の中に置きたいし。よいしょー。ここもなんかね、背もたれ付きのベンチがいいなとは思いよるんやけど、とりあえずこの辺に、アウトドアベンチ。よし。ちょっとずつちょっとずつね、公園を完成させていくっていう。待って、バルーンが飛んでる。バルーンが飛んでる。多分、右向いて流れていきよるけん。早くしなければ。ああ！あ、ちょっともうちょい。ああ！ちょっと待って！ふぅ、ギリギリ。川に落ちていくかと思った。さあ、これはレシピかな？お、来た！イースターなリース！ふんふん。イースターなリースのレシピを覚えた。イェーイ、やったね。あ！まだ流れてきよりやん。なんかおる。なんか倒れとるよ、ちょっと。よっ。おお、壊れた。あ、パチンコが壊れちゃった。お世話になりました。やっほー、ジョニー。おーの、そちらは取り勝ちです。おもかじは右。多分、お箸を持つ方。起きて、起きて。にゃ、なんだか足が冷たくてたまらない。だから起きようよ。むにゃむにゃ。ジョニー、どんだけ頻繁に流れ着くんだ？今日は学校休みます。波が、できれば大盛りでお願いします。どんだけ起きねえんだ。ノー、エリザベス、ゴーアウェイ。来ないでください。あ、ここは天国ですか？ん？もしや、アイラさん？お、ということは、ジョニーはまだ生きてるってことですね。ちなみに、エリザベスは私を襲ったハリケーンの名前です。そのせいで私は船から海に投げ出されて、遭難してしまったんです。やれやれ、また仲間に助けに来てもらわなければ。ほら、この通信装置さえあれば。どんだけ同じこと繰り返すん。またね、何かしら、ジョニーからいただくために。はい、ちゃんと5個ね。通信装置のかけら。かけらパーツ。を5つ。きっちりと探していきましょう、私が。さあさあ。了解。見つかりましたか？あったよ。はい。おお、これはまさしく私の通信装置のパーツ。オッケー。ベリーベリーサンクス。これで通信装置は治ったはず。どう？ジョニーより、これでよしと。恩人のあなたには後日お礼の品を送ります。助かりました。本当にありがとさんです。よかったよかった。あ、ちょっと待って、私早く。早く。パチンコを買いに行きます。レシピというものがないので。よいしょー。違う違う。はい。どうも。何あれ、抱き枕か何か。あ、ピクニックセットめっちゃいいやん。
これもしかしてお絵かきセットかな。アイナさん、いらっしゃいませ。ませ。今日はどうなさいましたか？買い取って。買い取りでございますね。では、お売りいただけるものをお見せくださいませ。ませ。ちょ、待って、とりあえず、ジャージと、アサリと、雑草。アサリってさ、あれは？何やったっけ？ふうたくんに渡せるんやっけ？わからんけど。とりあえず見せてみよっか。はい、いくらですか？250ベル、オッケー。売ります。ありがとうございました、マスター。またいつでもお気軽にご利用くださいませ、マセ。で、このピクニックセットちょうだい。そちらの商品はピクニックバスケットでございます、マス。お値段は1300ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？買います。毎度ありがとうございます。1300ベル間違いなく頂戴しました、マスター。ね、これ何？寝袋？そちらの商品はエアーソファーでございます。エアーソファー？こちらは現品限りですので、早い者勝ちですよ。ですよ。お値段は1100ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？買う？ちょっと気になる。毎度ありがとうございます、まーす。1100ベル間違いなく頂戴しました、マスター。んーで、パチンコが欲しい。トタラの商品をご覧になるんですね。必要なものがありましたら、お申し付けくださいませ、ませ。ってことで、パチンコを買っていきます。はい。毎度ありがとうございます、まーす。他にも何かご利用のものはございませんか？カラフルパズルの床。これも買っていこう。はい、買います。毎度ありがとうございます、まーす。他にも何かご利用のものはございませんか？大丈夫。ありがとうございました、マスター。ってことで、アサリちょっと店に行ってくるわ。めっちゃ歌ってるな。あ、二人で歌える。かわいい。ふうたくん、ふうたくん。お、なんか資材集めしよりやん、ハンナちゃん。どうもー。んぐご。は。すみません。こんにちは、アイナさん。アイナ博物館へようこそお越しくださいました。私に何かご用でしょうか？寄贈する。お、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。あ、アサリはダメなんや。じゃあ、半名だけ。はい。どうぞ。ひ、半名。あ、いえ、なんでもありません。それで、どうされます？やはり解説をご希望でしょうか？解説して。あ、聞きますか。それでは、5本。半妙は人が歩いている前で飛んでは止まりするため、まるで道案内をしているようにも見えます。そのことから、道教えとも呼ばれている虫なんですよね。カラフルで美しいと評判のようですが、あの光沢を見てるとゾワゾワしてきます。はぁ、気持ち悪い。まあ、それはさておき、たとえ苦手なものであっても、責任を持って大切にお預かりしますよ。ありがとうございました。虫と魚も結構集まってきたんかな？どうかな？そうですか。では自由にご見学ください。はいはい。あ、てかなんかタヌキマイレージ。こっち？え、違うね。あ、これか。ショッピングで経済、ん？ショッピングで経済循環だなも。イエーイ。結構使ったんかな？肩書き、節約家のファミリー、たぬきマイル500マイルゲット。イエーイ。さあ、オッケーオッケー。ってことで、ちょっとこのピクニックセットを、公園の方に置いてこよう。ひよい。どうしよう、この近くに置いとこっか。ピクニック、どれ、え、どれっすか？あ、これか。はい、ピクニックバスケット。あ、これ、ベンチの方に置いとこっかな。通れんかった。この辺に。お、いい感じじゃない？よきよきー。よいしょ。で、なんか、子供が砂場で遊びよるのを見ながら、ちょっとサンドイッチつまんでみたりとか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、あれかな、イースター系の家具は結構もう揃ってきた感じかな。そろそろ全部集まる？